今回ご紹介するのはセイコーの自動巻き時計ナビゲータータイマー6117-8000です。針と回転ベゼルによって2カ国間の時間を読み取ることのできる GMT コレクション。1964年に発売されたワールドタイムの都市名回転インナーベゼルを GMT 回転ベゼルに変更して68年に発売されました。当時和製エクスプローラー2とも言われデザイン性の高い人気のモデルです。文字盤はメタリックグレーカラーバーインデックスドット夜光とバーハンドの組み合わせ3時12デート表示赤い GMT 針がアクセントとなる実用性に優れた風貌デザインです。SS ケースはサテン仕上げのトノンフォルム回転ベゼルは他にない奇数表示裏蓋は防水性に優れたスクリューバッグです。バンドは製鋼製 LM 用の SS ブレスレットを装着しています。現行品にはない雰囲気魅力あふれるヴィンテージウォッチです。ダイヤル、文字盤、軽いシミ、小傷が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防すれ小傷が認められます。装着時の日常視認性は十分に確保されています。ブレスバックルにセイコー LM マークが確認できます。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法ベゼルは両方向に回転します。ケース4時にあるつまみがリューズです。手巻き機能はありません。自動巻きの時計ですが針が止まっている場合などは時計本体を小中で十分に振り針が動いていることを確認してご使用ください。リューズを1段引いて回すとデートがチェンジ2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。タック秒針停止機能はありません。 GMT 針も連動して稼働します。付属品本体のみです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 19mm、ケース径は約 38mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 45mm、厚さ約 12.5mm、風防含む、腕回り最大 20cm 前後です。時計の体感コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、
お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。